アイテム番号 SCP-315JP オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-315JP はサイト8181の定期限度アイテム区画内の専用収容室に収容してください。収容室入り口には常時2人以上の保証を立ててください。実機決め的で入室する場合は、入室の1週間以上前に実験計画書を公表し、レベル3以上の職員3名以上の許可を得てください。実験以外の目的で入室する場合は、専用の大型ヘルメットを着用してください。現在、実験以外の目的での入室は認められていません。1週間以前に実験計画書が公表されていない場合、いかなる者の名義による命令書があっても入室は許可されません。レベル3以上の職員の入室は現在禁止されています。説明。 SCP-315JP は太った男性の頭部を模した直径 40cm、 高さ 25cm の褐色の壺です。左耳が壺の口になっており、壺として直立させると男性の顔は横倒しになります。原材料はケイ素を主体とした多数の無機物から構成される粘土で、一般的な焼き物と同様の成分です。 SCP-315JP の特異性は、壺の口に当たる部分に被験者が顔を当てる、もしくは当てようと考えた時点から何らかの形で被験者が錯乱する点にあります。被験者の錯乱の度合いは様々ですが、どの場合においても実験が不成立になることが報告されています。例えば、実験の前提条件である被験者の体調や過去の調査に不備があったり、実験の際に被験者が非協力的になる、実験の内容を突然失念する、突然錯乱して事実と異なる事柄を連呼し始めるなどです。また、財団職員のセキュリティクリアランスレベルが上がるにつれ、被験者のみならず実験に関係する職員さえもが錯乱するという傾向が見られたため、現在セキュリティクリアランスレベル3以上の職員が SCP-315JP の収容室に入室することは禁じられています。また、骨折博士と黒川博士の件より、収容室への入室は1週間以上前から実験計画書を公開してからでなければ認められなくなりました。SCP-315JP は青森県、村にて、によって管理されていたものを財団が引き継ぎました。の収容規定によれば、SCP-315JP には願望実現能力があるとのことですが、これまでの実験でその効果は認められませんでした。ほい。実験記録、315JP2A、実験不成立、日時、1900年月日、被験者、B9329、実験内容、B9329にトランプを1枚入れた封筒を所持させ、SCP-315JP の後部分に顔を当て、封筒内部のトランプの柄を教えてほしい、と発声する。結果、B9329は封筒の中身について回答することができなかった。不機。B9329は発生後に SCP-315JP から顔を上げ、封筒に何か入ってる、などと発言していた。事前に B9329にはトランプを封筒に入れていることを伝えてあったため、軽度の錯乱だと考えられる。実験記録、315JP4B、実験不成立、日時、1900年月日、被験者、博士、実験内容、SCP-315JP の口部分に顔を当て、ピザを食べたい、と発声する。結果、実験直後、特に大きな変化はなし。しかし、博士のオフィス宛に、サイト、8181の売店から冷凍ピザの宅配があった。博士は実験直前に注文したことを報告した。不機。SCP-315JP の願望実現能力の有無を確認するための実験であったが、博士の発した願望はすでに本人によって叶えられていたため、実験として不成立であったと言える。実験記録、
315JP、7A、日時、1900年月、日、被験者、博士が声を吹き込んだテープレコーダー、実験内容、あらかじめ、封筒内の A4 用紙に、A、と記入してください。という文言をテープレコーダーに吹き込み、SCP-315JP の内部で再生、結果、特に変化なし、吹き、実験としては失敗であったが、不成立にもならなかった。実験記録、315JP-11A、実験不成立、日時、2000年月、日、被験者、B-1102、事前の健康診断で直径1センチメートルほどの良性腫瘍が直腸内に確認されている。実験内容、SCP-315JP の後部分に顔を当て、直腸内良性腫瘍を消滅させてほしい、と発生する。結果、実験後に再度健康診断を行ったところ、B-1102 の直腸内から良性腫瘍が消滅していることが確認された。事前の健康診断の際のビデオデータを確認したところ、実験後の診断データと直腸の形状が違うことが確認された。入念な調査の結果、B-1102 の事前健康診断結果とされていたデータは、同日に健康診断を受診していた、研究員のものであると判明した。実験記録、315JP-19C、実験不成立、日時、2000年月、日、被験者、博士、B-0295、実験内容、SCP-315JP の後部分に、博士が顔を当て、B-0295 の負傷の回復を願う。結果、博士は実験中に突然錯乱し、自身の右腕の切除を願った。しかし、博士は SCP-JP の実験により右腕をすでに喪失していたため、何も起こらなかった。吹き、博士は実験中の錯乱に対し、何も覚えていないと供述している。事件記録、315JP-22A、発生日時、2000年月、日、事件概要、SCP-315JP の収容室に黒川博士が事前の実験計画の提出なく侵入し、オブジェクトの使用を行った。収容室前の保証には、O5 の署名入りの命令書を提示し、侵入を認めさせた。しかし事後の調査により、6名分の署名のうち O5 のものは2名分にとどまり、3名分は O5 ではない財団職員の署名で、残る1名分は O5、本人の母印であった。吹き、事件後の調査の結果、命令書に署名した職員は皆、署名した事実を記憶していなかった。しかし筆跡鑑定の結果、いずれの署名も本人によるものと判明している。また、署名の中に一つだけ含まれていた O5 の母印についても本人の指紋と一致していた。黒川博士が SCP-315JP の影響によって錯乱したのは明らかだが、O5 を含む数名の職員にも何らかの影響を及ぼしていた可能性があるため、署名した職員の精神鑑定を行った。文書 315JP-22B 削除済み。インタビューログ 315JP-22C 対象、黒川博士。インタビュアー、骨折博士。吹き、黒川博士を拘束し、鎮静剤を投与してからインタビューは行われた。録音開始。骨折博士、黒川博士、私がわかるか？黒川博士、骨折、博士だ。骨折博士、そうだ、今日が何日かわかるか？黒川博士、月の、日だったかな、多分。骨折博士、よし。それでは君が起こした一件に対するインタビューを開始する。黒川博士、私が起こした。骨折博士、先ほど君は、事前の計画書提出もなく SCP-315JP の収容室に侵入し、オブジェクトを使用した。現在までのところ、特に影響は出ていないが、
なぜ、あんなことをした？黒川博士、あれは、命令だったんだ。SCP-315JP の中に命令書が入っていただろう。骨折り博士、これかね？骨折り博士が収容室から回収された文書 315JP22B の写しを提示する。原本は各種鑑定中だが、内容はこれで十分だろう。黒川博士、それだ、そこにすべて書いてある。骨折り博士、ざっと拝見したが、この命令書は無茶苦茶だ。そもそも、君は入室の際に応募の署名が6名分入っていると保証に主張したらしいが、この、博士と、教授と、博士は応募ではないだろう。黒川博士、しかし、他の3人は、骨折り博士、確かに応募、と応募、の署名はある。しかし、こちらの母音は誰のだか不明だ。現在、筆跡鑑定も含めて紹介中だが、命令書として有効とは言えない。黒川博士、そうか。骨折り博士、そして、最大の疑問はこの内容だ。SCP-315JP を使用して、SCP-73JP に分類されている地域の消滅させよう、とは、どういう意味なんだ？黒川博士、それは、どういうことだ？骨折り博士、SCP-73JP は生物で、場所ではない。そもそも、我々はよほどのことがない限り、オブジェクトの破壊などしない。黒川博士、それは、よほどのことがあって、いや、何かあったのか？骨折り博士、質問しているのは私だ。黒川博士、それとも、もう少し鎮静剤が必要なのか？黒川博士、私は、命じられて、それで、SCP-315JP を使って、いや、私は使ったのか？骨折り博士、少なくとも君が収容室に侵入し、使用を試みて、拘束されたのは事実だ。黒川博士、じゃあ、私は使って、いや、使っていなくて、使った。骨折り博士、少なくとも、君が意図したようには使えなかったようだな。黒川博士、しかし、私は SCP-315JP で SCP-73JP を消滅させて、骨折り博士、確認を取ったが、SCP-73JP は消滅などしていない。黒川博士、つまり私は使っていない。骨折り博士、いや、使ったんだ。だいぶ落ち着かせたが、君の錯乱が使用を示している。黒川博士、そうだ、私は使った、命令書の通りに、SCP-73JP を周囲ごと消滅させて。骨折り博士、だから、SCP-73JP は消滅などしていない。黒川博士、でも、私は SCP-315JP を使用して、いや、命令は誰が？骨折り博士、命令書はこの、わかった。君がもう少し落ち着いてから、また話を聞こう。最後に聞いておきたいが、君は何を思って SCP-315JP の中にこの文書を入れたんだ？黒川博士、それが、いや、その文書は何だ？骨折り博士、インタビューに同席していた医療スタッフに向けて、鎮静剤を、錯乱の度合いが想像以上にひどい。録音終了。終了報告書。黒川博士は重篤な錯乱状態にあるようだ。もう少し症状が安定してから、詳細な話を聞こう。骨折り博士。追記、この後、文書 315JP22B の鑑定結果により骨折り博士は拘束されました。博士。追記に、後日、博士が黒川博士のインタビューを行いましたが、事件前の記憶がないと主張しました。各種心理検査の結果、黒川博士の主張は正しく、記憶の復元も不可能であることが判明しました。黒川博士には簡易記憶処置を施し、
現在の職場から転属することが決定されました。博士。鑑定記録、315JP22D 鑑定日、2000年、月、日、鑑定及び記録者、博士、鑑定対象、文書 315JP22B の紙質と、5名分の署名と手書き文字の筆跡、及び1名分の母印、鑑定結果、黒川博士が SCP-315JP 収容室に持ち込んだ文書 315JP22B について各種鑑定を行った。結果、紙質については財団で使用されている命令文書用紙と変わりがなかった。筆跡についてだが、署名をしていた大吾、博士、教授、博士については、筆跡の形態と筆圧の変化いずれも本人の筆跡であることが判明した。また、署名代わりに押されていた母印についても、指紋の形状から応募、本人のものであることが判明した。また、母印には応募、本人の血液が使用されていることが遺伝子解析により判明したが、応募、はここ2ヶ月の間医療行為を含めて、出血した記憶がないと主張している。なお、文書 315JP22B において命令本文は手書きであったが、骨折り博士の筆跡であることが判明した。付記。鑑定結果により文書 315JP22B の作成に深く関わっている可能性があるため、骨折り博士を拘束の上、事情聴取を行う予定、追記。聴取及び各種心理鑑定の結果、骨折り博士に心理的な刷り込みや記憶処置の痕跡は見られず、文書 315JP22B に関係した可能性は低いと判断された。しかし、SCP-315JP 及び事件 315JP22A に深く関わっている可能性があるため、実験監督として不適格であると判断された。骨折り博士を上級研究員から一般研究員に降格する。応募。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。